皆さんこんにちは、石川高校放送部です。イエーイ。はい、自己紹介いきましょう。自己紹介からお願いします。ミキサー担当知念光平と、司会担当の玉木さときと、ミス長谷陣です。はい、中央の隣にあのオランダ人と、はい、オランダ人、あのの、はい、はいはいはい、私まだ自己紹介してない、はい、はい、2年の長浜桃香です。イエーイ、イエーイ。さあ、中二病が一人いるということで、はい、私ちょっとびっくりしましたよ、はい、先週お休みしました。まあ理由としてはですね、まあ3月8日、高校受験がありまして、はい、ね、そこからね、普通に行けたんですけど、はい、まあ、ちょっといざこざがありまして、ちょっと放送部のライン内でね、うん、結局あるないのみたいな感じになって、で、公平が休みの連絡を入れたということで休みになりました。あ、そうですね。そうなの？部長しっかり、はい、だからよ。待って、私連絡手段がないです。はい、頑張って自力でスマホ手に入れてください。はい、固定電話とか、はい、ということなので次のコーナー行きましょう、はい、次のコーナーは、今日は何の日のコーナーです。せーの、今日は何の日、気になる気になる。さて、今日は何日かな、何月何日、15日、3月15日です。正解。まあ当然だな、妹の合格受験発表だったからね、で、はい、合格しました。はい、はい、合格しました。おめでとうございます。まあ、これはフリートークでゆっくり私がお話しします。はい、で、何でしょう問題は。はい、問題ですね、はい、どうしましょうか。はい、ね、はい、靴の記念日となっています。靴、はい、靴です。シューズ、はあ、スニーカー、おー、はい、おーいえ、ね、はい、ということなので、日本靴連盟がある年に制定しました。で、まあ、1870年のこの日、西村さんが、まあ、西村さんですね、東京築地入善町に日本初の西洋靴の工場を開設したそうです。まあ、陸軍の創始者、大村さんの提案によるもので、はい、輸入された軍靴が大きすぎたため、日本人に足に合う靴を作るために開設されました。はい、で、この靴の記念日なんですけど、はい、ある年に制定されました。うん、まあ何年でしょうかみたいな。え、靴が製造されたってこと、この靴の記念日が制定された日、年、まあ、1970年以降であることは確かなんだよね。いい靴に基づいて、あれじゃね、1190年とか言いようとした、言ったらダメですよ。鎌倉幕府より前じゃないですか。そうだよね、1900、ひらがな生まれてちょっとじゃないですか、やだ。だってそういう意味じゃない、1900何年だったっけ、あの靴が、あれだ、92、いい靴だから1920年1970年、まあ、1970年とか言ってますけど、70年以後で確定って言いましたね。はい、残念ですが、もっと前です。嘘。はい、1925年。まあ桃香先輩がちょっと近い線言ってましたけど、1920年、はい、に近い、近い、ええ、もうやばい、1910年、いや遠い、もっと遠い、1900年、1920年、すごい遠くなってる。1921年。わかんない。あ、なんか一日カウントしていければいいなみたいな感覚でしょ。いいなみたいな考えなんでしょ、わかるよ。あ、ごめんなさい。まあ昭和7年とでも言っておきましょうか。昭和7年、昭和って何年に終わった。1989か88だった気がします。88か9ですね。1952年とか。まあ、昭和が何年まで続いたかって分かれば、そこから逆算して求めることできますよ。40年くらいじゃないかな。1900何年までだったっけ、昭和。1930年、近い。1935年、近い。1940年。もう行った方がいいんじゃん。もう行った方がいいね。はい、お願いします。1932年でした。あ、めっちゃ近い、うわめっちゃ近かった、もやもやしてる。めっちゃ近いな。はい、1932年です。はい、昭和は多分64年まで続いたと思います。40年とかね、そんなね、昭和天皇ね、異様に長生きしたので、あ、異様に長生きしたので昭和60年まで続いてます。60年かね。まあ、ちょっとこれで時間をしたから、まあ、最後の問題いきましょうか。はい、すいません。最後の日はオリーブの日となっています。オリーブです。オイルのやつ。オリーブです。お、はい、ちょっとね、木工図キッチンで問題になりましたね。オリーブオイルかきすぎみたいな感じで。はい、その種類の中も、まあ、元素かなのオリーブの日となっております。はい、まあ、オリーブの特産地、
があるんですけど、そこのオリーブを守る会が1972年に制定しました、はい、1950年のこの日、昭和天皇が厚木、オリーブの種をお手巻きされたということです。はい、はいはい、そのオリーブの特産地かもしれないところ、まあ、特産地ですけど、はい、その、ね、地名をね言ってもらいたいんですけど。外国？いや俺言った言いかけた。えオランダ？オランダじゃねえよ。外国日本。昭和天皇だぜ。昭和天皇がお手巻きされたんやぜ。もうね1972年だから相当年だよ。もう昭和天皇さん、うんね、あそっか、死にかけみたいなもん。死にかけじゃねえよ。そんなこと言わないよ。そう、ね、すっげえ俺すっげえ言いかけた今。徳島まあヒントは四国ですね。四国です。香川。はい、香川、はい、当たってますよ。マジで、はい、香川のえそこまで言う？待って、うん、もう香川以外何も知らないよ。四国、うどん県、香川うどん県だもん。だってうどんの CM やってるよね、うどんの多分。話それてる、話それてるで、オリーブだよね。香川のだってこれもう全然わかんない。市町村とかオリーブ市とかじゃ無理でしょ。なんだろう。はい、ギブヒントヒントですね。結構有名なんじゃないですかね。一度は絶対に一回耳にしたことが。一文字教えて。何文字何文字？五文字。荒川市。何東京行ってんだよ。荒川区。二文あれは。二文字目は？ほぼ答えじゃねえかよこれ。はい。ず。あずま。ああじゃないな。あず。あずそう、ほぼ答え言ってるようで、これで答え出なかったらもう答え言いますね。はい、答え出ない。もう3文字目。ダメですね。はい、ほぼ答えです。はい、はい、あずき島です。え、全然知らない。小豆島じゃない。なんで、ね、小豆島。答えそこ。浄土島。 あれってあずきって読まなかった？あずき、小豆島かあずき島ですね。どっちでもいいと思います。あ、そうなんですか。はい、そうなの。初めて2つの言い方あるんだ。多分2つの言い方あるんじゃないですかね。でなんとですね、まあ、昭和50年に、昭和天皇がわざわざここに運んでオリーブの種をまいたっていうあの話があるそうです。おお、なんかためになるね。ためになるっていうよりか、靴の日でも出たよ、言ったよね多分これ。靴の日でもなんかすっげえ失礼なこと言ったような気もするけどね。ね、昭和天皇死んだんじゃねみたいな感じで ねそれはちょっと失礼だよね。確かに。はい、ということなので振り返りましょう。はい、靴の記念日、はい、オリーブの日でした。イエーイ。ということで次のコーナー行きましょう。はい、次のコーナーはフリートーク第1弾です。イエーイ。さあ盛り上がってるところ、ね、なんか今日非常に盛り上がってるところ、まあ、話題は考えてあります。はい、3月8日に喋ろうとしてたんですけど、あ、話題温めてたんですけど、はい、まあ受験がありましたよね。はい、ねえ、はい、多分佐藤先輩同じ話題でね去年話してたんじゃないかな。いなかったよね。多分いないよね。いないよね。ちょうどその時サボりまくってたよね。いやいや、その時もやめてましたもん。あ、ということなので、まあ、全員が初めてということなので、まあ、受験の思い出ということなんで、まあ、2年生頑張って思い出してもらいましょうか。 あるよ、ね、受験の思い出です。なんだろう。1年生からかそれは言おうよ。1年生から言うか。じゃあ JB ナイトお願いします。ああ、いや、なんで俺から？JB ナイトから。なんで俺から？みんなの真ん中。ああ、確かに真ん中だもんね。真ん中に座った自分を乗ろうといいよ。はっさねー。というわけで、ナイト君お願いします。うん、受験でしょ。受験だよ。あ、受験の日何をやったかってこと、その前。受験の日の思い出。とりあえず受験の思い出だね。思い出か。まあみんなみたいに多分そう勉強やってないと思う。はい。まあ一応。一応全部の教科は一応やってたんだけど、うん、やっぱ人引きって言えの、うん、人抜きか、うん、でこれで一応、まあ、たまにだけ友達とか遊びに行ったりなんかゲームしたりとか、うん、そのことはしてたね、うん、まあ勉強は一応してたよ、ちゃんと。えらいね。うん、一応あれに夢中になってた。あれに夢中な。そうジャスティン・ビーバー夢中になってた。あ、なってた、なってた。ね、やっぱ新作出たらそれも夢中になるよ、うん、はい、話がそれたので次佐藤くんお願いします。浩平、浩平、浩平がいるから浩平くんお願いします。浩平くんだね。塾、自分は塾行ってたので毎日勉強してました。偉い偉い偉い、はい、
ファイン、お送りボーイお願いします。なんだ早いな、お送りボーイさん。特に覚えてねえの、当日の覚えてないの。あ、当日か。まあ、まあ、あのあれだね、終わった後でいい。終わった後でいい。やっぱ当日はないのね、あんま。あの美味しいご飯食べた。ああ、もう受験待ってね。うん、いいね。俺からじゃあ、はい、いいっすね。俺か、まあ、去年ね、受験の時ってね、2日連続で雨だった気がするのよ。あ、だった、ずーっと雨だった。自分たちもそうだったよ。こんな感じでずーっと雨でね、雷鳴ってたよ。雷も鳴るしは、雷は鳴るわ、大雨でうるせえわ、集中はできねえわ、英語のアナウンスで、アナウンスに答えてください、雨の音に打ち消されて聞こえねえわで最悪でしたね。超寒くなかった？別に。いや、暑かったな。あ、そうなんだ。風は吹いてなかったですね。暑かった、はい、ということなんで、まあなかなか英語がね英語が一番の強敵でしたね。あ、リスニングが聞こえなかった。リスニングがね、雨の音で。あー、ね、それある。なんかウェンナーとか言ってる時にザザザザザザザみたいな。え、最悪じゃん。もう一度クリッザザ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 ザ、どっからかしらみたいな。リスニングやばかったよね。わーみたいな。やばいね。もう聞こえないじゃんみたいな。じゃあ今度2年生の佐藤先輩お願いします。お願いします。ね、あんまないのよね。だって勉強一切してなかったし。うん、いや、イシコなら受かるかなみたいな。ああ、言ってしまったね、これ。イシコはよくあれあれですね。だってもう自己採点終わったら能弁で学校休みまくってて、ほとんど中学の問題わからない割には130以上取ってたし、あと面接で自分をめっちゃ偽りまくってたから、受かるな、大丈夫だ。これは130点取ったということなんですけど、300点満点ですよね。そうなんですよ。で、2教科満点取ったとしても、あとの3教科すっごいボロクソですよね。そうなんだよ。そうなんですよ。やばくないねえ、頑張れ。うん、まあ、もう頑張れないけど。だって友達なん、自分のあの某違う高校に行ってる友達なんて、能弁で授業を真面目に受けてない、残り15分で板書して終わってるような子が260点ぐらい取ってたの。覚え方が違うんだよ。頭いいよね、本当に。才能があるんだよ、その人は。さて、はい、国立、はい、落ち込んでる。なんも黒歴史しかないようですね、この人。はい、ね、妹がね、多分妹の話題でごまかそう、妹を出しにして自分は関係ないしみたいな感じでね、ごまかそうとしましたけど、はい。はい、あのね、あの、あっち向くの嫌だよ、カメラ向くの。まあね、あのね、私はね、はい、ノーメンで、はい、ちょっとね、お正月お年玉で、あの、勉強用の参考書とノートとペンと全部つぎ込んだのに、全部つぎ込んでドブに捨てたと。ドブに捨てましたね。勉強せずに妹にあげた。はい、ドブに捨てましたね。はい、ドブに捨てました、はい、もったいな。そのお年玉をドブに消えましたね。あ、もったいな、もったいな。はい、まだまだあるよ、続きで、はい、今でも友達の、うん、なんか K さんと、まあ、受験で知り合ったんだよね。なんか、うん、1日目にめっちゃ声高いやついると思って、うん、で、あ、こいつ面白そうと思って絡んでみたらめっちゃ面白くてさ、うん、で、今でもめっちゃ仲良しだよね。わかんない。あの、まあ、はい、というわけで1年の時も同じクラスになって、まあ今は違うクラスだけど、うん、まあ、うん、その人と出会ったし、うん、何かな。あれか、私と小中一緒だった子か。小中？え、K さんって名字が K だよね。違うよ。あ、違うの。じゃあ下の名前が K だよ。うん、ごめんね。で、それで、ね、一応ね、合計点数100点いかなかったんだよ。よくそんなに受かりましたね。あの、90点いかなかったと思う。80何点かなと思ったんだよね。大丈夫だよ。人によっては60点って人いたから。だからね、ちょっと自分の友達30点。え、は？イシコで？受かってる？受かってる。すごい。おー、それも同じクラス。あ、マジ？うん、もうすごい拍手じゃないからね。問題だからね。誰誰。とりあえずあれだ、イシコは面接で自分をものすごくよく見せれば受かる高校だと思えば、この人前に偽ってるって言って、なんかちょっと言い方よくしてますね。一応ね、ちょっと失言が足りない。一応ね、今年は、まあ、まあ、いや、はい、あ、ね、面接の時に自分偽るのを忘れてガチめの方で答えて、また失言来ましたね。で、敬語使えないから、使えるところは敬語使って、それ以外なんとかすですみたいな。な、あ、だだだですみたいな。え、な、あの、自分は何々してます、す、ああああですみたいな。なんとかすみたいな。志村けんか。ち
ゃあもう志村けん、だ これで志村けん出したらちょっと違うかなというわけでね、案外話が進んじゃったんだけど、そうそう時間じゃないかな、そうそう時間ですけど、まあ、ね、そうそう時間なので次のコーナー行きましょう。はい、ちょ、次のコーナーはちょ待ってよ、話してて、はいはいはい、なんでなんで、はい、というわけでね、あ、そういえばうちの妹と妹の友達ね、ちゃんと受かったんだよ、ちゃんと受かりました。はい、で合計点数見たから120なんて言ったかな、私と同類じゃないか、ね、まああれですね、まああれですね、姉のようにはなりたくないっていう気持ちが強かったんでしょうかね。ひどい、それはひどい、もう80点ってもう暴露したもん。だってなんか参考書ドブにせ参考書買って一度お勉強しないのにドブにせたようなもんじゃそりゃうわないわみたいな感じで誰もが思うよそれ。大丈夫、その姉のドブにせたのを使ってたから。でさ、お利口なのがさ、そのノートもその本も全部使ってくれたわけ。へえ。なんかすごいなと思った。はい、というわけで、まあ、次のコーナー行きましょう。はい、次のコーナーはミュージックコーナーです。イエーイ。はい、まあ公平流すから、はい、どうぞ。今日の歌はオレンジレンジの花です。はい、どうぞ、うん、はい、というわけで、まあ放送事故が今起きましたね。いや、まああれよりかはマシなんじゃないですか。あれよりかはマシだと思いますよ。まあ、はいはい、まあ、まだ経験がまだ、ね、まあ、はい、浅いんで。今日はね、ミキサーが浩平くんというわけでね、ちょっと今日はやばいよ。音量かすかだけど一応流れてはいたよ。大丈夫かすかだったね。なんかブツブツケース外したらね、ここちょっとケース外したらなんて、ちょっとね、視聴者耳で聞いてるからね。あ、まあ高校生らしく行きましょうよ、ここは。行きます。はい、というわけで、じゃあお願いします。オレンジお願いします。テイク2、よーい、スタート。
はい、曲の紹介もう一度お願いします。オレンジレンジの花でした。イエーイ、懐かしいね。懐かしい ね、はい、めっちゃ懐い、まあ、懐かしい思い出に浸ったというところで、まあ、次のコーナーに行きましょう。はいよ。次のコーナーはフリートーク第2弾です。イエーイ。さあ、受験のことについてね、前半話したんですが、はい、まああれですね、15日も今週ね、まあ、5連休ぐらいしかなかったみたいに、受験関連の5連休しかなかったぐらいしかあんまり話題がなくて、しかもこの5連休で何したかって言っても何もしねえみたいな、あ、何もしねえよなみたいな感じになっているので、うん、でもまあ来週とか、まあ、そういう今後の日程について、ね、そうですね、まあ、予告とか宣伝させていただくんですけど、はい、まあ、明日 1,2 年生の保護者や生徒を対象に奨学金講座があります。あ、はい、あと2年 1,2 組からは、まあ、1、2時間ね、英語の時間と地理の時間を、地理と日本史の時間を使って、その日本語学校の人たちと交流会、ね、あるよね、2年1、2組だけで、はい、それでとインドネシアとネパールと中国と韓国の人がね、1クラス17名ぐらい来るんだよね。明日それで交流会で、まあ、うん、まあ、みんなでその国の交流と日本語の勉強をみんなでするっていう企画が明日はあります。来週その話題で前半潰せたらいいですね。イエイ、いいですね、潰します。前半潰させてもらいます。イエイ、はい、ということで、まあ、来週水曜日なんですけど、はい、まあ、ビリギャルのね、有名な方が来てらっしゃるということで。あ、そうですね、ご本人ですよね。ご本人ですね。名前忘れました、すいません。あ、有村架純が来るんじゃなかった。有村架純じゃない。有村架純ちゃうやろ、ちゃうやろ、あれちゃうやろ。めちゃくちゃめちゃくちゃだ、テンプレやめて。あれは役だから、役テンプレやめよう。役者が来たら怖いよ。うん、ねえ、まあ、総計だった、慶応大、慶応だった、慶応大学に行きたいんだよ。しかも苦手な小論文で受かるっていう、そうそうそう、かっこいいよね。私立大学のね、二大大学でね、まあ、私立と、そうそうそう、まあ、早稲田総計、早稲田と慶応か、うん、早稲田と慶応大学があって、まあ、その大学っていうのはもう本当に厳しいんですよ、通るのが、うん、頭いい学校ですからね。はい、まあ、龍大よりも難しいですよ、ここ。はい、あるかに凌駕するところを、まさかね、まあ、高2の夏から高2ね始めて、そっから1年弱で受かるっていう、そう、まあ、もう夢のようなね、シンデレラストーリー。そう、はい、青春ですね。自分なんかも頑張ればいけるんじゃないっていう考えはあるけど、行かないけどね。もうその時点も終わりだからね。そう、はい、自分は諦めたら終わりだよ。行くっていうのだけど、あ、一浪するだろうなって思ってるからね、すでに。うん、もうすでに負けてますね。はい、はい、気持ち的にやばいです。はい、自分はね、もう就職か進学かまだか迷ってるしね。というわけで時間来たね。まあ、時間来たけどね、まあ、大丈夫だよ、まあ、大丈夫か、はい、かね、うん、まあ、ということなんでね、ちょっともう話題がないということなんでね、公平あれやるか、はい、WBC 行くか。聞きたい。WBC、 はい、まあ、先月7日から開幕しまして、はい、日本なんとこれまで無敗ということで5連勝5連勝ね、5戦5勝ということでね、快進撃を続けております。中田翔、はい、今日夜7時からイスラエル戦が始まります。でこのイスラエル戦なんですけど、韓国を韓国を延長の末に2対1で破っていまして、で韓国で行われたグループ A っていうグループあるんですけど、そこで全勝して、東京に来てます。が 2位で通過したオランダに12対2、もうオランダがもう東京に来て本領を発揮し始めて、はい、ね、第2次で今2次予選なんですよ、はい、1次予選終わって、で、はい、第2次予選、2次予選なんですけど、予選なんですけど、はい、通るのは日本かオランダ、日本とオランダって言われてます。おー、あー、日本頑張って。でも山田選手が、今日勝てば、今日勝てば、もう1位通過で準決勝でアメリカに行きます。おー、今日勝ったら、今日勝てば問答無用で3勝無敗ということなんで、6戦全勝で、はい、全勝というね、これも、はい、負けたことねえぜみたいな感じでね、準決勝行ってね、堂々と、はい、ドミニカやアメリカ、ドミニカ、アメリカ、プエルトリコなどというね、すげえ、もうメジャーリーガー勢ぞろいのね、ドリームチームと。プエルトリコってプエルトリコ、失礼だな。やばいやろ。今聞こえなかった。はい、今日の夜7時からイスラエル戦です。はい、はい、よし、はい、当たりに当たりまくってる、まあ、昨日復調した山田選手とか、はい、中田選手、はい、はい、世界 で小林選手ね、イケメン、イケメン強化と、イケメン強化と打率4割というね、もう、うわ、何じゃこれ、化け物ヤンキーみたいな、ともう4番の役割しかしない、これぞ4番の筒香選手、はい、はい、メジャーリーガーの青木選手などがいます。はい、はい、もうヤクルトファン、青木は不調ですね、まだ、まあまあ、これ、うん、後で大活躍するあれだから、まだパワー貯めてるから、イチローみたいなあれ活躍するから、はい。、はい、というわけで、はい、
ということでね、はい、来週ね22日、はい、WBC 準決勝か決勝だったかな、はい、やってると思うので、そこでね結果、嬉しい結果報告できたらなと思ってます、うん、はい、ということでまた来週も聞いてください。石川高校放送部でした。イエーイ、バイバイ、アディオス、来週も聞いてね。